はい、はい、今日はガゼボの玉ねぎを、はい、玉ねぎというか上の王冠クラブを取りに行きます。高いね、これですかね。うん、意外と高いからね。社長の助、おはよう。おはよう。慣れたね、よかったよかった。うんうん、これはよいしょ、どこに、でも中に立てるのが一番いいのかな。中から外すんですもんね。そうかな、うん、あ、スパナが立てるか、じゃあなんか立てられるかな。ギリギリ立ちそうね。あ、いける？よしよしよし。ごめん。怖いね。オッケー、立ちました。はい。あ、ありがとう。スパナセット。あ、すごい。はい、カインズ製です。はい、綺麗だ。はい、新調しました。1100円。じゃあ、ちょっと登ってみますね。気をつけて。うん。俺は洋華堂のバイトで、はしごから落ちたぜ。ほら、スーパーってさ、うん、天井から、なんか、今日はハッピーデーみたいなの釣ってたりするでしょ。あ、確かに。取れそう。8.8? どれ使えばいいんだろう。でかい。皆さん、なんかこれこっちか、いい絵ですね。そうですかね、映えますね。なかなか大きさがぴったりくる大きさがないね。あ、これかな。取れなかったら泣いちゃう。泣いちゃう。そもそもこれ工具合ってるの、これじゃない気がする。こっちで取る。違うか。どう？あ、でも大きさはあーという。どっちだ？どっちに回したらこれ締めてる気がする。こうか。あ、でもこうだよ。ジョナスケ君、新しいフレアエリアどうですか？どうですか、ガチャマスケ。慣れましたか？頭剥げてますね。いけそうですよ。あと泣かずに済む。うん、ちょいとチェンジで工具の問題なのかな、これ。え、なんかこれさ、うん、もともと外すようにできてないよね。できてないよ。いや、外側はね、外せるんですよ。外側外せば全部カタツムリ押さえてるけど、これ、そこ、なんか無理っぽくないですか。なんかあれだね、ちょっといい、はい、これ見て、これ宇宙かな。あ、逆光だ。こっちでいいや。なんかね、そう、なんか塗ってあるよね。塗ってあるし、そのなんかネジが固まってるっていうの。そうそうそう、どうしようか。外側のネジはもちろん外れるよ。でも内側が無理だ。取れそうではあるけど、え？でも外側のネジ外したらさ、取れるんかな。そこだけ外れてるんだよ。あ、いけそうじゃない？いける？
やってみようか。うんうん、眩しい。終わりそうじゃない？ちゃんといけそうね。終わってくれるといいんだけど。あれ、最後頭に玉ねぎがスポッと入ってる。わかんない。よいしょ、こっちか。洗脳されて終わりで。あと1個？あと1個ですね。さて、最後の1個のネジ開けたら何が起きるのか。やだ、いきなり崩壊とか。最後の1個のネジを。あれ？取ったら、このガゼボが地中深く埋まって、秘密の扉が開くと。面白いね。ついに秘密の扉が、はい、開かない。はい。玉ねぎ取れそう？玉ねぎをそう取らないと。気をつけてね。ね、あ、いけそういけそう。ん、なって、これどうなった？あー、なるほど。怖っ。ガゼボのストッパー外す必要があるよね。あると思う。これ。あ、今ね、2個外れた。あ、でも外さなくてもいいってないか。あ、いい感じ。はい、いい感じですが、あとは。そうさ、あれじゃない。外したストッパー止めといたら。そうだね。はい、止めます。どうも。どうもどうも。いいね。ねえ、もうちょっとガゼボ完成だぜ。ああ、ちょっと休憩。あ、すごいすごい。あ、やった、通れた。これどうすればいいの？いや、ミスったな、こっちだの。はい、はい、乗れた。やっと取れました。大丈夫かな、これ、この王冠を失ってバランスが崩れてるけど。大丈夫大丈夫。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。怖い。こんな感じで洗脳されるの？はい。こんな感じで人は洗脳されていきます。玉ねぎね、これをあとは梱包して、うん、本社の朝霞の工場の方に送ります。送りましょう。で、はい、上に、上にいいものをつけてもらって。何がつけます？何かつけます。はい。